から。はーい、はい、ありがとうございます。多分この鈴木愛理は永遠だっていうことを考えてつけてくれたんじゃないかなって思います。まあすごく鈴木愛理のこう成長記録みたいな感じで、高校2年生の時の写真集に入っていたカットなんですけど、私がというよりかはうちの母がもう昔からすごい好きなカットだと言っていて、制服を着てこう風に吹かれるってもうできないことなので写真に収めていただいてすごく良かったなって思います。解散が6月の12日なんですけど、全然まだ正直実感がその時その時で、例えば最後の〇〇最後の〇〇っていうのは増えていくので、その時にやっぱり少し歓喜深まって泣いてしまったりとかすることもあるんですけど、正直解散するっていう時のことがあんまり想像できなくて、今まで通り笑顔の時間を増やそうっていう感じでメンバーとは過ごしています。ラストシングルだったりとかが結構そういう感謝の気持ちだったりありがとうの気持ちを伝える歌が多いので、そういうのを歌ってるとやっぱり少し寂しくはなるんですけど、解散後のこととかが全然想像がつかないので、多分した後に実感が湧くのかなって思っています。自分がずっと15年間やってきたことをしっかり生かして皆さんに良い報告ができるといいなと。活動は続けたいとかそういう思いはあるんですか？できれば続けたいなと思ってますね。だけど、いやいや恐れ多いです恐れ多いです。なんかこう学園生活を楽しむこうアドバイスみたいな感じですか？いやいやいや、そんなもう素晴らしいです。いやいや別に。芦田愛菜ちゃんすごいって思ってす、尊敬してますもうすでに。大学までの中でやっぱ出会いとかってすごく大事だと思うし。どこでどういうふうにチャンスが転がっているかとかもわからないので、お仕事と大学の両立って多分すごい、芦田愛菜ちゃんも女優さんすごく忙しいと思うので大変だと思うんですけど、体調だけ崩さないように楽しんでもらえたらなと思います。キュートで5人にステージに立っている時ってやっぱり私たちって無敵だなって思えるぐらいのやっぱ自信が持てるチームになったので、そのキュートというチームを通してできた絆だったりファンの皆さんとの思い出とかはずっと永遠だなと